はい、えー、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。チャリーンニュースライブ映像 <laughs> エプコティアを見ながら私がああでもないこうでもないと勝手に、えー、リアクションをしていく動画今日で2本目なんでございますけれども、えー、前回はですね、えー、エプコティアセーフティガイド、まあ、このねあの何、ー、ちゅうの曲順を見るとね というところからオーバーチュアがあってそれからエプコティアというですねえ1曲目を聞かせていただいたんですけどとにかく登場シーンが私にとってもものすごい衝撃的でねそこに4人ぶら下がっていたのかというすごいねいつからあそこにいるんでしょうねそう考えたらねだってお客さんたちはもう近くにいる人見えるわけだからずっとあの状態でいたのかな最初の何十分も すすごいですね今回のステージは真ん中にあってね360の皆さんが見れるのでどこからどう来たんでしょうかわからないまま、えー、前回プコティアを見させていただきまして今日はその続きでございます、えー、もう左上にね「キングダム」と書いてますけれどもはいからですね続きを見ていきたいと思いますそれではもうねこの、あのー、事前にねこのライブの前にアルバムが発売されてるわけですけども普通ねこういうライブに行く方たちはねファンの方たちはそのアルバムを聴き込んでいくんでしょうけれども 私はですね一切このアルバムの曲どころかニュース自体もね前回「ネバーランド」というライブの映像を見させていただきましたけれども、えー、その時に初めてちゃんとねライブを見てまあそれはすごいかっこよかったなっていういいギャップがあったわけなんですけどもなのでね、えー、全く知らないまんま行きますのではい、えー、まあ今までね見たことないよという方も一緒にこの宇宙旅行に出ていただいたらいいんじゃないでしょうか。 ううまままいいいことと言っったた顔でじじゃあじゃあ行行てみ思すきましょう前回のエプコティアの続き「キングダム」から再生ポンピャー今度は赤いライトがボンボンとね心音のような音に合わせて会場みんな青いライトでおみんな赤い衣装に変わってたあーわーすごいよきゃー,あーわあ、ー手越君そして増田君

明けさあ君手ゆくどんな壁でもまさか右手で持ってねマイクは光さす明日を描いて左手持ち替えましたつないだ思いは響き出すんせおいいね家族のハモリもいいよ変えていけるその痛みまで小山くんさぬがすキングタウン低音の響きいいねこの瞬間本能で いただき何度でも超える境界線を掴めでも前の衝動をたな,なくて投いたってゲームはまだ高いとこ繰り返し大変揺るぎない嫉妬その感情で世界一の夢まだ見び明日へかっこいい Dream Unite Higher to future すごい Dream ユナイト、かっこいいね、トゥフ u ーチャー。Yes,、yeah, my king, no! 手越しくん、そんな高いのに、<laughs> 余裕。ああ<ー>、最後、余裕のビブラート。ただけれすごいね、手越しくんの今、高音。ああ<ー>、サビ歌ってる上でフェイクがすごい。 あわいじゃないんだ揺るぎない人その感情で世界一の夢まだ見る明日はさあ4輪でまた肩を取りながら足のステップを踏みながらテゴシ君いいね It's my kingdom かっこいいうわかっこいいテゴシ君すごいさ Twinkle Star という曲が始まりましたあ、声もかわいい 動きが可愛いね。今度4人背中を合わせながらみんなくるくる回りながらうわっ小山くんが投げキスをするあじゃあ加藤くんだったらキャーってなってパチパチ私はなりませんけどパチパチやってます綺麗な目をしてたね加藤くん千年に一ち、わあ、松君くんが奥手を振ってみんなキャーなってますキャーとあ忘れようとするたび真ん中のステージから4方向に出てるんだねちょっとねお客さんの近づいていますさあ手越くん巻いて。 君が残した。明日を生きるための希望。もうどこにもいない。と都市小山国で、ね、盛り上げてます。くみを描く。それは今叶わない。未来さえ。まさくんかっこいいの。踊りながらもう1度だけ。 見つめあえたらそう願いはちりとなりきんがろはてゆらりゆらりとまうこくのしんしょはツインクサ <laughs> か可愛い,い歌ツインクサツインクサってごしくすごいねツインクサツインクサツインクサいやてか <laughs> はすごい飛んでる。手越君のもうザアイドル感すごいな。さあ四人がこのね四方向に分かれて、各々ジャンプをして飛んですごい飛ぶね。手越君。チャ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 。マサコも飛んで。 トゥインノノナイいメデケいオクインエキミトウダリジャナイケカワナワンカはワナなソネガイワキミトナリキンガロハテユラリユラリトマウボクノシンシオワトゥインクターツインクスターいいねメロディトインクスター 綺麗な笑顔でで歌いいます、す <laughs> これは、これはずるいですねず。ちょっとあの <laughs> あの私はですね 皆さんご存知かどうか分かりませんけど男性なんで今ね今の時代いろんな方がいらっしゃいますので、えー、私はまあ見た感じ男性で内面もね男性なんですで、まあ、基本的には女性が、えー、好きなんです <laughs> 何を真面目に説明してるんだって感じですけどでもですね今何が言いたいかっていうともうちょっと手越くんにキュンとしてしまいましたね私。 ちょっとねあのね引弾かないでくださいええ弾いてる方いたらすいませんああなんだろうなんかわかんないけどちょっと涙出てきましたねすごくて手越くんの何て言うんですかねこのだからあれですね男性女性とかそういうことじゃなくて人を引きつけてしまうんですね手越くんのあの最後のね「トゥインクスター」 トゥインクルスターって言って「トゥインクルスター」って言ってるんですこれ曲のタイトルが「トゥインクルスター」ですからきっとね。でそこを最後繰り返し今ね「トゥインクスター」「トゥインクスター」って言ってその歌い終わった時にねちょろっと一瞬こうピースをぴロっとするんですけどそれが1番の終わりと2番の終わり2回ね私は見させていただいたんですけど1回目の時にも結構な結構な刺さり具合したんですよズキュンと。 え完全に刺さってしまいました私の心の矢にね心の矢に言ってね心の的に手越君の矢が刺さってしまいましたいやこれはもうファンの人はこの今の「トゥインクルスター」だけでもうねライブ会場にいる人たちはもう満足じゃないですかもう帰ってもいいぐらい <laughs> 手越君ファンの方特にねいやすごいですそしてあの高い音パーンとね 『トゥインクスター』のところもそうなんですけど手越くんがバーッとフェイクでなんかサビのところを歌ってるやつもめちゃくちゃ綺麗な声が出てますしそしてあの2番のねサビのところは増田くんがソロでこうバーッと歌ってましたけどやっぱりちょっとこうタイプが違うんですよね手越くんの声っていうのはもうストーンと綺麗な抜ける音が前にこう抜けてくる前になん突き抜けていく感じですけど。 松田君の、ね、声っていうのはねもうちょっとこう鼻の奥に声が鼻の奥っていうかな鼻の奥に鼻空というねあの空洞があるんですけどボイストレーニングとかするときにはそこに音を当てると喉を使わなくていい響きが出るよっていう,こう、まあ、練習の仕方をしたりするんですけどその、ね、鼻の奥鼻空に当たるのが松田君の声のすごいいいところで,でそこに当たるとどういう効果があるかというと。 この中でで音が響くよようになるわけですよね、まあ、お風呂とか、まあ、トンネルの中とか皆さんもね「あ」あとか言うと響いたりする感覚やったことあると思うんですけどそれがマイクに声が出る前のこの鼻の奥で自分の顔の中で一回声を響かせるので非常にこうあったかい、えー、丸い太いとかいうかなあの安定感のある声が出やすくなるというのがその鼻の奥に響かせる声。 それがね増田君はねすごく響きがいいので手越く君にないわけじゃないんですよ。ないんですけど増田君の方がもっとそれがねあの響きが深い感じがするのであの丸い声がやっぱするんですよね。だから高い同じ高い音出してるけど増田君の声はすごく何、えー、て言うんだろうね丸い <laughs> です。えー、であの高い音出す時にも ぐっとねお腹で踏ん張って太い音が鳴ってますので、えー、キンキンしないというねそれが一つ特徴だと思うんですけどそして、えー、加藤君のすごい何て言うのね言葉がハキハキする声もね途中途中で聞けてますしそして小山君のこう低音の響きのいい音。でねやっぱり私は最初ね「そのニュースというグループの、まあ、歌声の印象としたらねテレビとかでまあたまにしか見てなかったわけですけどもやっぱり手越くん すごいあの基本的にすごい全体的に声の出方もいいし音程もうまいし撮るのもね歌い回しもすごいビブラートもあるっていうなんかすごいうまいっていうイメージだったんですけどもそれまではね手越くんはすごい力強く歌ってる人であと加藤くん小山くんのテレビで見てる時の印象はねあんまり正直にね申し訳ないことなかったんですけどこうやって4人の声を順番に聞いていくと。 やっぱりねみんななそれぞれれぞすすごいいい声が出ててますこれ本当にお世辞でも何でももくてだから今まで、まあ、前回の「エプコティア」とそれから今日「キングダム」もめっちゃかっこいい本当にメロディーもかっこいい歌でね、えー、そして「トゥインクルスタート」と3曲を聴かせていただいて私はどうしてもボイストレーナーっていうねお仕事の癖でね曲の良さとか歌詞の良さっていうのを が入ってくる前にどうしてもそのボーカルの人のこの歌い回しであここもうちょっとこう出したいなとか、えー、ここの歌甘いなとかそういうふうに思うとなかなかこう曲が入ってこなかったりするんですよねまあそれはまあ職業病なのかもしれないですけどでもね今の2曲も本当にいいメロディーだなとかかっこいい歌だなっていうのがスッとこう入ってきてますので、えー、それは4人の歌声がしっかり安定してるということの私の中のね、えー、証明にもなってると思います。いや本当に 知らない曲ばっかりなんですけれども、まあ、なんだろうねキャッチーというね、まあ、耳なじみのいいというか耳に残りやすいサビみたいなのもあるんでしょうけどいや曲自体が本当クオリティが高いなと私が偉そうに言うのもなんですけどというふうに思いますしそれをねこういろいろ動きながら見せてくれてるわけですからいや非常にすごい何て言うんだろう楽しいです。<laughs> いやすごいね本当にあっという間に2曲見てしまいましたけれども今回はこんな感じでこの続きはどんどんねまた毎日更新されていきますので皆さんもしよろしければね明日以降も見ていただければと思いますということで皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。